んにちは、しおみんでございます。今どこに来ているかというとですね、滋賀県の草津まで来ております。48時間のですね、稼働申請を出して、今朝から明日、明後日の朝までレンタカー改装しようと思ってるんですが、今ですね、まだ緊急事態宣言下の下でですね、こういうね、レンタカー業界もですね、一部観光業界なので、あまりですね、仕事の量が多くないというような状況になっております。ゆるゆるな感じなんですが、どんな感じなのかということをですね、皆さんにお伝えできればと思っておりますということですね。とりあえず引き取り先まで行ってきたいと思います。それでは、はい、三雲の駅を降りてですね、ゆるゆるとお客さんのとこまで歩いております。なんかね、工事現場みたいですね。現場で車をですね、ディーラーかな、整備工場かな、なんかに持っていて、なんか車を点検してもう一回現場に戻すという、そういうなんともゆるい感じの仕事を今日やっております。はい、今16時43分ぐらいですね。どこかと言いますと、今京都駅、 JR 京都駅に着いております。今からですね、北堀川で車ピックアップしてですね、明日の朝までに鈴鹿の白子駅のところまで納車しに行くんですが、だいたい100キロぐらいで、どんだけゆっくり行っても、まあ3、4時間ぐらいではもう着いちゃうんですよね。ということでですね、編集もしなくちゃいけないんで、駅前のちょっとカフェでですね、編集作業してからまた行動を起こしたいなと思っております。あー、でも今日寒いっすね、本当に。僕がいつも行くカフェは、はい、どうも、今6時5分です。1時間ぐらいですね、ちょっと編集作業しておりました。で、業務に戻りたいと思っております。はい、はい、裏間口に着きました。いろいろ調べてるとね、美味しそうな洋食屋さんがあるので、裏間口でご飯食べてから車をピックアップしに行こうと思っております。昭和感を漂わしている。はい、業務に戻りました。今7時36分で、車をですね、ピックアップして今走り出したところでございます。今から100キロ先、明日の朝までに、鈴鹿のですね、白子ですかね、駅前の方に納車になります。まあ2時間半3時間ぐらいで走り切ると思うので、10時過ぎぐらいには、おそらく鈴鹿まで着くんじゃないかなと思ってます。はい、でですね、まあ、今日はもう快活クラブの方で、ゆっくり休んで、明日は明日でまだ指令が来ていませんが、改装を続けていきたいと思っております。それでは、シュイ、うわ真っ赤に映ってる。電気つけてやってみましょうか。はい、ちょっと喋ろうかなと思ってですね、はい、電気つけてみました。何喋ろうかというのは、そのコロナ禍におけるですね、電化化改造業界という業界ですね、のお話をちょっとしようかなと思ってます。はい、そもそもですね、去年の4月ぐらいからコロナ始まったじゃないですか。
それでね、外国人が来なくなった。で、その需要が減ったわけですよ。で、豊川全体の需要が減ると、当然この海藻の需要も減るというような状況に当然なりますよね。で、交通やら何やらかんやらでですね、要するに旅行、日本人が海外に旅行行けたのが、海外に行かなくて日本国内で旅行するという、まあ、そういう状況があった時には、全体的なその需要っていうのは落ち込んでなかったので、日本人が日本国内で旅行している分にはですね、割とこの仕事としては順調になったという感じでございます。で、今回また緊急事態宣言とかやってですね、人が動かなくなったというような形になっているので、レンタカー全体の需要も減ってますし、で当たり前ですが、そのレンタカー会社の需要も減っている。で、まあ、会社的にはですね、あと、建機と呼んでいる、建設機械ですね、建設機械がほとんどリースなので、そういった車を、まあ、ちょっと持っていくとか、返してもらうとか、そういうような需要みたいなのは結構、一般的にはあるので、そこの分野は全然 OK というような形ですが、それ以外の観光にまず触るということになる分野に関しては、結構需要が落ち込んで、その分仕事も減っているというような状況かなと思います。はい、で多分ね、今、うちの会社というか、会社自体も、新しいドライバーを、募集してないと思うんですね。トラック系が乗れる人とかは募集してますけど、この一般的なレンタカー、まあ、いわゆる普通車ですね、普通車のドライバーは募集してないんじゃないかな、今はっていう感じでございます。はい、考えてみたらね、もうちょっとちゃんとみんな、当たり前の世の中に、こんなコロナがあっても当たり前の世の中っていうことでやっていければね、もうちょっと、経済も上向くんじゃないかなと思いますけど、こればっかりはね、僕はいくら言っても仕方ない話なので。あとね、よく休業保障すればいいじゃんって言ってますけど、じゃあどこまで休業保障するんだよっていう話って絶対出てくると思うんですよね。例えば直接的な交通インフラである ANA とか、JAL さんとか JR さんとか、まあ、そのところのやつは分かりますよね。でもそこにいろんなものを供給している子会社であったり孫会社であったり、ここは僕らも考えたレンタカー業界の中の一員としてやってるわけですから、そういったところにどこまでその保障みたいなことを考えるかということ、これまた難しい話になるし、裾野が広がりすぎるんで、まあまあ結構大変なことになるんじゃないかなと思いますね。はい、そんなこんなんですね、ただいま需要は極端に減っていますといったところとですね、まあそれに伴ってですね、稼働申請はしますが、ゆるゆるな日程に工程になっているといったところを今回もお見せできればなと思っております。はい、でまた気がついたことがあったらビデオを回しますんで、はい、とりあえず現状はそんな感じかなと思ってます。はい、今山市が過ぎてもうすぐ大津に入ろうかというところでございます。はい、後ほど。はい、ただいま22時10分ぐらいですね。快活クラブの方に到着しております。 いつもの感じでございます。はい、おはようございます。ただいま2日目のですね、6時18分ですね。先ほどですね、快活クラブの方出てきました。朝ごはんもしっかり食べてですね、出てきました。今日はですね、今鈴鹿に納車して、鈴鹿から別の会社ちょっとだけ移動して、名古屋に納車して、名古屋から津に行って、津からですね、明日の朝にかけて、明石で納車で、これで終わりじゃないかなと思ってます。ちょっとね、偏僻なところに行きそうな感じなんで、どんなところか、まあ、なんかね、名古屋港とかですね、なんか港の方にも行かなきゃいけないみたいな感じでございます。どうなるかですね、ちょっと随時ビデオを回していきたいと思いますんで、2日目もよろしくお願いします。それではシュイ。いつも思いますけど、朝走ってんの気持ちいいっすよね。はい、朝は街やっぱり美しいですね。はい、はい、白子駅の納車完了しました。はい、近鉄のね、三日市っていう駅で降りてですね、でレンタカー屋さんまでテクテク歩いております。今回はですね、このレンタカーカローラなんですけど、ピックアップしてですね、名古屋の港の方まで持っている。なんかね、店舗が分かりにくいって書いてあって、見つけれるんでしょうか。はい、8時14分ですね、今、2日目の1本目のですね、車をピックアップしてきました。今、鈴鹿市の、三日市っていうところなんですけど、はい、今から名古屋市のですね、港の方までですね、車を持って行こうと思ってます。はい、9時57分ぐらいです。納車完了しました。今ね、これ名古屋港なんやと思うんすけど、なんかね、すごい港っすね。普通の街中の納車だけじゃなくて、
こういう偏僻なところの納車もございます。金城ふ頭って、金城ふ頭わかんないですけど、はい、ふ頭まで行くと多分駅があったのでちょっと歩かなくちゃいけないね。はい、あれあれですよね、新東名ですね。わかりません、いっぱい車が止まってますね。はい、金城ふ頭っていうところなんですけど、今ネットで調べるとね、やっぱりね、全部ね、輸出されるみたいなんですね。すごい、このジムニーの量、いっぱいジムニー止まってますね。すごい数のジムニーが輸出されるみたいですね、これ、ほら。どうでもいいですけど、これ、新東名の下です。はい、上はなんぼでも走ってますが、下に来たのは初めてですね。はい。はい、今ですね、名古屋駅の一つ横の笹島ライブっていうところに来ております。はい。ここでね、駅前の、車をピックアップするんですけど、名古屋駅よりもこっち側のが若干近いのでこっち側で降りてみました。この辺歩くの初めてですけど、だいぶ都市開発されてるんですね。この辺もいっぱい中京テレビとかね、愛知外学とか、なんかちょっとおしゃれ系のカフェとか、カフェっぽいものとか。はい、名古屋駅から車をピックアップしてまいりました。ただいま11時46分です。はい、はい、はい、ちょっとそれは仕事に支障をきたすので、今回桑名でハマグリ食ってから行こうと思ったんですけど、それパスしようかなと、まあ、普通のところでなんか食べてですね、津に向かいたいと思っております。はい、23号線にねあって、ちょっと前から気になってたこのマグロレストランというところ行ってみたいと思ってます。マグロ豪快丼、マグロの豪快丼1000円です。はい、マグロレストランでした。なかなかええ感じですな。はい、人も多かったし、朝の8時から朝定食やってて20時ぐらいまでやってるみたいです。皆さんもよかったらこっちかな、来てみてください。23号線沿いです。はい、14時50分です。納車完了でございますね。津野駅前ぐらいでございます。はい、15時38分まで電車がありませんということです。2駅ですけどね、地方になるとこういうことがよくあります。はい、今3時49分ぐらいですね、4時前ですね。はい、高屋駅という無人駅に到着しました。ここから歩いて20分ぐらいかかるみたいなんで、やっぱり5時ギリギリになってましたね。はい、ということでローカル線は気をつけてましょう、気をつけましょうっていう感じでございます。とりあえず車ピックアップしに行ってまいります。はい、まあこの仕事前も言ったけど、歩くのはいっぱい歩きますな。今日ももう12000歩です。はい。
はい、しおみんです。ただいま、16時26分です。はい、車をですね、とりあえずピックアップしてですね、はい、納車が明日の朝の9時、会社なんでね、夜中引き取ってくれないんですよね。引き取りっていうか納車不可能なので、明日9時に納車なんですよ。それで、どこまで持っていくかって言ったら、通から明石までなので約210キロ、5、6時間ぐらいで着いちゃうんですよね。はい、ということで朝までどうしようか考えながらですね、走るという、まあよくあるパターンになっちゃいましたが、ちょっと走りながら考えようと思っております。はい、今日は気分を変えて163号線を通って大阪の方に向かっております。割と名阪国道を通ることが多いんですけどね、今日は163を通ってみました。あ、雪もないやろうと思ってたら案の定雪もなく、割とね、はい、田舎道ですよね、163号線って。のんびり行くのにはいいんかなと思います。なんかやっぱり田舎の夕方って感じになってきております。それでは、はい、すっかり暗くなってですね、電気を消すと、伊賀上野の駅前ぐらいですね。今ね、時間がね、夕方の6時02分ぐらいです。でですね、どう考えても明石まで走るとやっぱり11時とか、まあ、そこぐらいまで行くので、結局まあ、いつものように明石まで走って、快活クラブ、近くの快活クラブで朝まで過ごすというような形にしようかと思ってます。ワンパターンっすよね。じゃあまあとりあえずまた、何かあったらビデオ回します。それでは、はい、何も考えると走ってたらですね、今9時5分なんですけど、神戸を越えてですね、もうあと明石まで20キロを切ってるような感じでございます。どっかでご飯食べようかなと思ってたんですけど、もうなんかあんまりそんなにめちゃくちゃお腹も空かないんで、走ってたらこんなことになってます。ただいま夜の10時4分ぐらいでございます。快活クラブに到着しておりますが、ご飯をね、中岡なんかで食べようと思って入っていったら、8時以降テイクアウトしかしてないとかって言って、とりあえずコンビニでなんかどん兵衛とか買ってきたんですけど、はい、おはようございます。3日目の朝でございます。今6時09分ですね。はい、快活クラブを出てきましたが、車のフロントガラスがこんな感じでですね、凍っちゃってます。ウィーウィー、しばらくこんな感じで、はい、ということでちょっとしばらく待機して、そうですね、朝の9時じゃなかったら会社が開かないみたいなんで、3時間ぐらい、どうしようかな、多分マクドナルドかなんかで時間を、過ごしてですね、納車に向かうって感じになると思います。